私とあんま2人で行きたくないですかね。え、どういうこと？お疲れ様です。お疲れ様です。今日は名前なんだっけ、リリーちゃん。リリーちゃんで、リリーちゃん。ちなみにあの今日天の声はカメラマンさん、声がちょっと違うと思うんですけど、カスラギの店長ですね。もう一人コモっていうのがカスラギにおるんですけど、29で男なんですけど、まああいつも彼女がおるで、リリーちゃんも彼氏がおる、両方とも恋人がいるんですけど、コモに色仕掛けをしてみようと。おお、ね、いける。頑張ります。もうめっちゃ笑っちゃいそうで、さっき打ち合わせしてるのも、いやマジそれ無理っすよとか。いやもう本当に顔にすぐ出ちゃうんですよ。いやあいつアホなんで分からんでしょ。ですかね。だったらいいですけど。リーさん、じゃあちょっと今日意気込みを欲しい。3、2、1、はい。絶対落としてみます。おー、いいねいいね。マジで、お結構やる気だね。でもあいつ結構彼女とラブラブだよね。だって面接の時も俺彼女のこと聞いとったもん。彼女のために上会社来たいぐらいな感じだけど。結構手強いですね。手強い、大丈夫。いや頑張ります。絶対落とすぞ。彼女いましたよね。うん、おるよ。付き合ってどれくらいになるんですか。もう3年経ったね。結構長いですね。そうだね、結構彼女といい感じですか。そうだね、4月から同棲始めたから。あ、そうなんですか。順調かな。あ、いや、なんか彼女と別れようとか思ったことないんですか。ないけど、どうしたのいきなり。いや、ちょっと、私、今の彼氏と別れようと思ってて、ちょっとこの後時間ありますか？仕事終わり。ないことはないけど、どうしたの？いや、ちょっとこの後、2人でご飯行きませんか？2人？はい。え、別にみんなでよくない？いや、まあみんな、多分行けないと思いますよ、ただみんな。え？別に、早速声かければ多分行くと思う。いや、2人行きませんか？まあ、ちょっとたまにはいつもみんなと言ってるし。いや別にみんなでよくいいと思うけど。いやまあちょっと、まあ、たまにはいいじゃないですか。ちょっと2人で行きません？いや別にみんなでいいかな。ああ本当ですか。うん、あ、私たま2人で行きたくないですか。え、どういうこと？いやちょっと、まあ、ちょっとな、小野原さんと仲良くなりたいなと思って。仕事仲間とかそういうのじゃなくて、うん、ちょっとよくわからんのだけどさ。いや実はちょっと、その彼氏と別れようと思ってる、まあ、ちょっと気になる人がおるんですけど、ちょっと小野原さんなんですよね。はい。どういうこと？いやまあだからちょっとご飯ちょっと最初の初めの一歩みたいな感じで。仕事にも支障出るし、ちょっと店舗にも気まずくならない。まあ、そうですかね。まあ、黙って。いや、無理だよ。彼女だし、ちょっと困る。彼女さんには勝てないですかね。無理だよ。ああ、本当ですか。なんなら私、会社辞める。あ、お疲れ様です。何話してんの？え、普通に仕事の話です。え？仕事の話ですけど。仕事？はい。みんな上で飯食ってんじゃない？食べてますね、はい。そう、相談されてるだけなんですけど。何の相談してんの？何のって言われると、まあ仕事の。どうしよう、泣いてんの？いや、え？なかった？泣いてんの？なかった？いや、しょうもなかった。いや、真剣な顔してるでしょ。なんで俺これハンマー持ってると思う？本当それ何持ってるんですか？全部知ってるからね。え、何がですか？え？どういうことですか？え？リリーちゃん、好き好きって言ってなかった？なんか言われたんですか？ドッキリだから。ドッキリだから。あ、そうなんですね。お前のことなんか好きなわけねえから。バカか、お前。彼氏いるから。いや、これ持ってきた人よりちょっとおかしいと思ったわ。そうですね、確かに。何か持ってるなぁと思って。いや、ただ動画の帰りかなと思って。外で聞いてたけど、結構届いとったね。
白紙に迫る演技だったそうですね、でも落とせなかったですね。落とせなかったね。いや落ちるかなと思って俺見てたんだけど、ちょっと押しが足りなかった。もうちょっと押しがあった。いや、押しがあっても無理ですね。ちなみにあのこっち見て、ここにカメラある。本当ですね。また見てね。